速読で見る力のパフォーマンスをアップする KU 総合学習塾。この速読トレーニングっていうのが目のトレーニングにも通じるものがあるということと、私自身が野球をやったってことがありますので、野球はやっぱり目が大事な、動いてるボールを捉えるという大事な部分があるので、これは活かせるんではないかということで、速読トレーニングとスポーツというものをドッキングさせたという形で今やってます。視界を変えるということで動いてるものは見づらくなる、その中でこう意識してボールを見ようという働きが自然と起こるものなので、それでトレーニングを積んでいくと、でそれを外した時に実際にボールを見るとよくボールが見えたりだとか、集中して見えるとか、そういったいい効果が見られるというふうに皆さんに使っていただいている方は言っています。やって2回目なんですけども、速読トレーニングをやって目を動かす筋肉が温められて、いいウォーミングアップになっているので、ボールが滑らかに見える、それについては効果を実感できています。始める前は、横に対しての動きがすごい苦手だったんですけど、外した瞬間から相手から来たボールに対してすごいよく軌道が見えたところと、横の動きもボールに対して目が慣れてきてすごい反応も良くなりました。このやはりスポーツにおいて目は命と、実際に動いているものを見ていかに正確に動作を起こせるか、そこのトレーニングを積むことでさらに自分の持っているパフォーマンスを向上させることができるというふうに考えておりますので、小中学生の、スポーツを一生懸命取り組んでいる皆さんに、特にこのスポーツビジョンというものに注目をしていただいて取り組んでいただきたいなというふうに思っています。